こんにちは、こそば、ジンくんの部屋へようこそ。こんにちは、ジンです。はい、今日は普段僕女装してミュウちゃんになってるじゃないですか。今回は逆に自分が女装するんじゃなくて人を女装させていきたいと思います。今日は自由が丘にある変身女装体験コットンさんの方に来ています。来ていますというかもう目の前にいるみたいな感じなんですけど、今日はそこで特別に許可を得ましてお客さんを僕が受装させていただきたいと思います。早速行ってみたいと思います。はい、ということで早速中に入ってきたんですけど、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。すごいね、ちょっとドキドキしてるんですけどここは受装を体験できるお店っていうことで、そうですね、可愛いに性別は関係ないっていうコンセプトで、うんうん、男性女性関係なくみんな可愛い女の子になれちゃうっていうお店になります。素晴らしい自分にとっては夢の国っていう感じなので、今日は実際にねお客さんも来ていただいてるのでドキドキですが頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずこちらがメイク兼お衣装のブースになってます。はい、まずご来店されたらここでお客様とどういう衣装で今日変身しましょうかっていうのを相談して一緒に選んでいきます。すごい、めっちゃ数ありますね。はい、そうなんです。すごい、コスプレから普通の私服というか、はい、かわいい服までいろいろ夢の国だよこんな感じでお洋服メイクに合わせてこれも変身しながらお客さんと一緒にどのウィッグにしましょうかっていうのを相談して、こんなあるんですか。はい、決めていきます。すごい、なんえめっちゃありますね。3、40個ぐらいあるかもしれないですね。すごい楽しみ自分がする側じゃないけどやっぱ人にやるのも好きなんでちょっと楽しみです。はい、ということで今回ね自分がメイクをさせていただくお客様でございます。よろしくお願いします。お願いします。今日は自分がめちゃくちゃ可愛くするので、やった可愛いよろしくお願いします。お願いします。頑張ります。早速今日のコンセプトというか決めていきたいんですけど、はい、自分がこんな感じになりたいっていうのとかってもうあったりしますか。こんなになったらね迷っちゃうよね。地雷系だったらちょっとこういう、うん、こういう服とか、ここら辺の服もあまり着ないから着てみたいな。お、結構自分が普段女装するときって地雷多いんですよ。だからこういう感じの格好とか結構やるからそこは得意かもしれないから、じゃあ今日地雷系でいいですか。はい、やった、決まった。お願いします。お願いします。お願いします。これも可愛い。これめっちゃ自分いつもの自分っぽくない？絶対似合う。なんか明るめの方が似合う気がするんだよね。やっぱ自分の色違いだ今思ったら。これ黒、この黒持ってる。あら、こっち着ないかって言うとこっちの方が普段着ないですよね。確かに。じゃあ挑戦でこっちにしてみます。はい、じゃあこっちで決まりました。そしたらじゃあこれを着替えていただいていいですか。はい、着替えていきます。お願いします。はい、どうですか。もともとアイドルやってたんでアイドルの時のメンバーとか友達にはやったことあるんですけど、初めましての人に女装ってあんまりないので自分が緊張してるけど自分の力を見せるところかなと思うのでめちゃくちゃ可愛くさせます。はい、ということで今からメイクしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。早速ね着替えていただいたのでこの服装に合ったメイクをしていきます。地雷量産系の自分のメイクの力をちょっと見せつけたいと思います。可愛くするんで。やった可愛い。お願いします。お願いします。え、眉毛めっちゃ綺麗じゃないですか。綺麗に。え、行ってます。なんか眉毛サロン、眉毛サロンには行ってます。めっちゃ綺麗。じゃあ早速やっていくね。はい、最初にじゃあこれ使います。セザンヌの下地。今回ねここのドレッサーにあるメイク品を使ったりとか、自分も今日持参してきたんで自分のものも使ったりしてやっていきます。肌めっちゃ白いですね。ありがとうございます。言われません。全体的には白いって言われますね。超白い。普段自分でメイクとかするんですか。普段はほとんどここでやってもらってます。うん、ここに何回目とか数えきれないぐらい来てます。あ、本当に。じゃあ常連さんなんだ。はい、いいですね。え、普段自分の YouTube って
見てくれてるんですか。はい。嬉しい。女の子に見えますか。あ、そう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 。だけどめっちゃ憧れます。嬉しい。可愛くなりたいよね。なりたいですよね。大体好きな服の系統がもう女の子の服だから。今日のカバーマットベースってやつ。まだ緊張します。しますよ。ファンデーションの方やっていきます。ミシャのクッションファンデーション、もう肌白いから辛いやつでいいと思う。なんかなりたいような憧れの人とか、こういう女の子になりたいとかってあったりします。あー、ギャル系の女の子、うん、意外。渋谷のギャル、うんうんうん、まあって言ってもなんかコテコテのギャルではなくて、なんかちょっと清楚、ああわかる、いいよね、うん、清楚系の白ギャル。そう、白ギャル、うんうんうん。でなんかブーツ履いて歩きたい。あ、いいね。確かにギャルも似合いそう。普段どこで遊ぶの多いんですか。だいたい普段は新宿の2丁目で遊んでますね。うんうんうん。バーとかお酒飲んだり。お酒飲んだり、みんなでバイバイ出ますね、あの女装さんが集まるところで。あ、そんなとこあるんだ。じゃあ名前なんて呼んだらいいですか。ニックネームとか。ポチです。ポチさん。はい、じゃあポチさんで。ヒゲ生えてないからやりやすい。こんな感じです。めっちゃ綺麗。白い。かわいい。パウダーちょっとだけね、最後にパサってのせます。アイメイクやっていきたいと思います。自分が普段使ってるやつ使いますね。こちらのキャンメイクのシルキーズフライズ04番。地雷系と言ったらピンクっていうか赤系なんで、ここの色を使ってやっていきます。もし答えれなかったらいいんですけど、普段って何されてるんですか。男の格好で会社員やってます。あ、そうなんだ。はい、会社員なんですね。はい。いつから女装してみたいと思ったんですか。ずっと前から女の子の服は好きだったから、ずっと憧れてて、本当に女装して遊びに行くようになったのは1年半ぐらい前。同じくらいだね、じゃあ自分と。体綺麗ですね、めっちゃ。だから広げようか迷うんだけど、広げてみたいですか。ちょっと広げやってみます。ます。そしたらアイプチやっていきますね。普段アイプチとかはします。いや、普段はしないです。お、じゃあちょっと今日劇的な変化があるかもしれない。開けてください。二重になった。めっちゃ綺麗じゃない。二重が広がりました。イエイ。そしたらこれのさっきのやつで暗いとこ取って、目尻側に引いていきます。女装を始めたきっかけというか、女の子の格好とか見て、あの子可愛いなとか思ってるうちに、自分もあの服可愛いな、自分も着たいなって思うになって、それで服が、女の子の服が似合うようになりたいって思ったのがきっかけです、じゃあ今日はそれを叶えてね。はい。じゃあその可愛くなったらしてみたいこととかありますか。これで出かけたりするんですか。うん、出かけたりも したいです。あ、したい。はい。しよう。メイクし慣れてるからかすごい分かってますね。めっちゃ真剣にやっちゃう、ごめんね。一回涙袋かきかきますね。耳袋大きくなったね。これで地雷ライン引いてみます。そしたら目の下もキラキラつけます。普段自分使ってるんだけど、キャンメイクの JCPRH12 番。かわいい。ピンク似合うね。メイクもしてて思うけど、服装もだし。クリオのシャドウで見えた時点キラキラにしていきます。カラコン、それ何？かわいいね。トッパーズ使ってる。同じ、自分も今してないんだけど、トッパーズ使ってるよ。あ、一緒だ。かわいい。今日は、そう、裸眼なんだけど、結構ね、いつも今日裸眼なの。してないこと。してないんだよ、実は。マスカラはこちらの、メイベリーのラッシュニスタがあったので、こちらを使っていきます。黒だから、地雷に合うかな。
いいな、下まつげ長くて、うん、だいぶ大きくなったくない？このキラキラ使ってみるか。涙袋にやったら可愛い気がするから、ここにつけて。え、めっちゃ可愛いんだけど。可愛くない？めっちゃ一気に地雷可愛い、キラキラ、めっちゃキラキラね、可愛くなった。仕草が可愛いもんね。ヤンメイクのミックスアイブロウを使っていきます。マジで眉毛綺麗。え、脱毛とかもしてるんですか？脱毛もしてます。十数回す、ね、すごい眉毛あった。いい感じ、うん、もう元があるから必要ないんだけど、いい感じ、うん、チークやるね。これセザンヌの12番。好きな人とかいますか？好きな人はいないです。いない、同じだね。うん、どんな人がタイプなんですか？あ、でもこうやって女装してるからね、そういう女装を理解してくれる人がいる。そうだよね、うん、そこはそうだよね、うん、甘えたいタイプ。甘えたいタイプ。いやだよね、そんな感じする。今ちょっとシェーディングやりました、うん、ハイライトやっていきます。はい、ハイライトやりました。だいぶ、うん、鼻筋とかさ、綺麗になったくない？いや、でもすでに可愛いよね。うん、めっちゃ可愛いね。キャンメイクのステイオンバームルーズ03っていう、こんな感じの色、多分似合いそうだから塗っていきますね。はい、唇も可愛いね。えー、可愛いじゃん。ガチ似合うくない？いい感じじゃない？かわいい、いい感じ、いい感じ。全体今やったんだけど、だいぶもうびっくりしたらもう完成って感じまでいってる気がする。ラメをちょっとだけ足そっかな。じゃあ最後に、かわいい。え、いい感じだよ。できました。メイクは終了でございます。どうですか今鏡見て、どんな感じ？めっちゃ可愛い。あ、本当？可愛い。え、でもこの時点で可愛いってことは多分ウィッグしたら優勝だよ、大優勝。じゃあウィッグつけてみますか。はい、じゃあウィッグつけていきたいと思います。はい、ということで完成しました。イエーイ、めっちゃ可愛いよ。ぽっちゃんめっちゃ可愛い。どうですか自分で。ウィッグもして、はい、アクセサリーもね可愛いのつけて、ちょっとハーフツインみたいな地雷っぽい感じにしてみたんですけど、めっちゃ可愛いし、嬉しい。可愛い、自分可愛い。はい、嬉しいね。それ言っていただけたらもう自分がね、あの好きになれるメイクで本当にね自信持てるし、え、今回この系統初めてなんですよね。はい、初めてで。お、最初あまり自信なかったけれども、うん、着てみたらすごい可愛く、似合ってるよ、めっちゃ本当に。ありがとうございます。逆に普段の女装の系統が真逆って聞いたから、なんかお姉さん系っていうか、逆にそっちが気になって、後でそっちの写真もあの見せてください。はい、逆に見たい。すごい可愛い。え、めっちゃ可愛い。今度みゆちゃんになって一緒にねお出かけとかしたいですね。したい。え、よかった、大成功じゃないですか。せっかくなんで、もうこんな可愛くなったから自撮りとかもして記念に思い出とかたくさん撮りましょう。はい。え、かわいい。ありがとう。ありがとうございます。はい、ということでいっぱい写真も撮って可愛くたくさん盛れました。
なんかね、普段本当に地雷系やったことないっていうのにびっくりで、似合いすぎてて、自分もね、最初はちょっとドキドキだったんですけど、想像以上に可愛くなったので、もう自信持ってください。はい、自信持ちます。あ、嬉しい。自分がやりたいように、性別とかももう関係なく、これからも楽しく自分がなりたい可愛いを目指して生きて生きていけたらなって次やるとしたら、どんな女装をチャレンジしてみたいですか？はい、え、次はコスプレにも挑戦してみたいです。あ、いいね。確かにいろんなコスプレやっても似合いそうだね。ぜひぜひ挑戦してみてください。はい、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。自分もメイクたくさんもっと勉強して、いろんな人をもっと可愛くしていきたいと思います。この動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。バイバーイ。